の女子テニス選手。一九百二十二年から始まった全豪選手権の女子シングルス部門で、第一回、第二回大会の優勝者になった選手である。フルネームは、マーガレット・マッチ・モールスワースというが、モールという愛称で呼ばれた。右利きの選手で、強力なサービスを最大の武器にした。彼女は一九百十八年に教育者のベビル・ヒュー・モールズワースと結婚しており。 全豪選手権の女子部門が始まった時は、非婚女性であった。現在は、全豪オープンとして知られるテニス大会は、1905年に第1回大会が始まったが、最初期の全豪選手権は、男子シングルス、男子ダブルスの2部門のみであった。女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門は、それから17年後の1922年に、 1> 第1回の競技が行われた。マーガレット・モールズワースは第1回大会の女子シングルス決勝でエスナ・ボイドを6から3、10から8で破り、この部門で最初の優勝者に輝いた。翌1923年の第2回大会で、モールズワースは女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてに決勝進出を果たす。 女子シングルスでは前年と同じボイドに6から1、7から5で連勝して2連覇を達成したが、女子ダブルスと混合ダブルスでは準優勝に終わった。しかし、1924年の第3回大会では準々決勝敗退に終わり、1928年、1929年、1933年もベスト8止まりがあった。モールズワースは、 その後、女子ダブルスで1930年1933年1934年と3度優勝したが、パートナーはすべてエミリー・ウェスタコットと組んだ。彼女は1930年当時はエミリー・フットという名前であったが、その後結婚してウェスタコットの姓に変わり、1933年と1934年はエミリー・ウェスタコットの名前で、 女子ダブルス優勝記録表に記載されている。ウェスタコットと組んで女子ダブルスに2年連続3度目の優勝を果たした1934年、モールズワースは女子シングルスで11年ぶり3度目の決勝に進出したが、ジョーン・ハーピガンに1から6、4から6で敗れ、3度目の優勝はならなかった。この時、モールズワースはすでに40歳を迎えていた。 1935年に41歳で競技テニスを引退するまでの間、モールズワースは全豪選手権以外のテニス大会で女子シングルス29勝、女子ダブルス16勝、混合ダブルスで9勝を挙げ、こうしてオーストラリアにおける女子テニスの黎明期の歴史を築いた。1950年からはオーストラリアテニス協会のコーチとしても活動した。 モールズワースは長寿にも恵まれ、1985年7月9日に90歳で調整した。ありがとうございます。